はい、どうも皆さんこんにちは、新たです。新たなダンススクールやってまいりました、やっとですね。さあ今回ですね、大変遅ればせながらでございますけれども、 BE:FIRST TV シャープ9ということで、INI さんたちとのコラボの後半戦ですね、こちらの方を見ていきたいと思います。Hulu さんの見逃し配信の方で、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。リアクションを踏まえながら見ていきますので、お楽しみください。行ってみましょう。レザーよろしくお願いします。始まりました、 BE:FIRST TV。 わうわう、ウィーアイエノイです。同じ運命日という運命の糸が手繰り寄せた。あれですよね、スカイハイさんが INI っていう言葉を入れてくださったっていうのを。ああ、フェンファン君ね。おー、 INI の BE:FIRST の公式。あ、でもなんかね、ヒロム君とジュノン君はなんか似てる気がする。なるほどね、スイッチの切り替え、いや、素振りしない方がいい。ゲラー、ゲラーの安売り。やっちゃったじゃん。さすがでございます。いくらでも。面白いな。で、言ってすぐできちゃうとかもすごいですね。ゲラー。すごいですね。リキマスにやっていただければ。ここですね。だいぶ壊れないものを想像。おー、いいですね、レオくん。おー、古いものを壊していく。結構でも、韓国のグループさんとかって走ってますよね、よく。本当にスタジオを。いいですね、みんなでその修正ポイントを見つけてアドバイスとしてこう投げ合うっていうところは、言うことによって自分のフィードバックにもなりますしね、こういうのってね。おお、おお、リヒティ、お、サノキュン、おお、ニシキュン、フジマキュン、うんま、キムニー、あは、おお、湧いている。おー、ヒットもバッチリ、そしてバッティングダンス、大崎くん、わー、おー、わー、フェンファンくん、おー、いける。おー、キム兄とタクミ君のシュッがやばいっすね、あそこね。藤巻君やば、歌。くらい以上はもうありえないでしょう。Wow! We just gifted!おー、ジンくん、
おー、わー、おー、キムニーボーカル、おー、うわー、すごー、あーすごい、全然違った、いやー幸せだね社長、おー、おごるぜ、日高さんいらっしゃったんですね。メンバーシャッフルね、ユニット作ってもらいたいですね。なんかあとあれですね、ボーカルパートの人たちのユニット、ダンスパートの人のユニットみたいな、あのポジションユニットみたいなのもあるとまた面白いかもしれないなっていうふうに思ったところがあります。うわーすごい、なんて贅沢なコラボだったんでしょうというところでございますけども、いやーすごいな、なんか両チームさんたちともすごかったですし、それぞれのチームさんの個性がまたシャッフルすることによってわかるというか、やっぱりその楽曲をやるのはそのグループさんしかないっていうのが大体こう、まあ相場じゃないですかっていうところで、入れ替えることによってその違う楽曲、しかも他のグループさんがやってる曲をやってみることによって比較ができるっていうことになるので、比較をすることによってその人たちの特徴は何かみたいな、強みって何かっていうのが非常にこうよく現れてくる番組だったのかなっていうふうに思ってるところでもありますから、なんかこのどっちがいいか悪いかではなく、比較っていうのはそれぞれの良さを知るっていう意味で、本当にこう客観的に自分たちをこう見つめることもできますし、見てる方たちが客観的にそれを見て、あ、この両チームってこういう違いがあって、こういうところが面白いんだな、だから自分はこういうところに惹かれるんだなっていうのがね、こう見えてくるところにもなると思うんで、自分がなんで、このチームが好きになったのかとかっていうところの、なんかそう、再発見といいますか、再認識みたいなこともできるんじゃないかなっていうふうに思いますし、改めて、あ、このチームもいいなっていうふうにこう思えるというかね、その人柄というか、曲をシャッフルするだけじゃなくて、やっぱそのコミュニケーションもあった上での、その楽曲の披露っていうところにもなってますので、やっぱりこのお人柄みたいな、皆さんがこう喋っていくことによって生まれる交流だったりとか空気感みたいなものも見た上で、両チームのことがこう好きになれるというかね、そういう素晴らしい組み立て方になってるなというふうに番組的に見ていて思ったところもありますかね。はい。というところで。で、なんか次のね、なんかそのコラボとかも、めちゃくちゃ期待したいなっていうふうに思いますし、なんかそれを楽しみにしたいなとは思ってるんですけども、なんかそのパート?ラップ?ダンス?歌?どういう分け方でこうやるのかわかんないですけども、なんかその、各、それぞれの人物ごとに、やっぱこう、ポジションがあるじゃないですか。なんとなくふわっとこうあるわけなので、そこの、なんかこう、ダンスやる人たちのゴリゴリにダンス揃ってる、ユニット、ダンスユニット、ボーカルユニット、ラップユニットみたいなのがまた見れたりとかすると、そのシャッフルするっていうところの面白さというか、だからこの人の、なんだろう、その人たちの得意分野で、お互いにこう、その得意な人たちが得意分野をやることによって起こる、このケミストリーみたいなものは多分ね、すごいものがあると思うので、韓国とかだと結構ありますよね。メインダンサーさんたちが集まってユニットやるとか、メインボーカルさんが集まってユニットやるとか、結構音楽番組のこう祭典みたいな、年の瀬とかにやることが多かったりとかもしますけれども、なんかそういう形で日本のそのボーイズグループとしてのなんかこうつながり、ポジションとしてのつながりみたいなものがあると、またいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますし、ぜひたくさんこう、各グループさんごとに交流していただいて、なんかお互いのね、このライブを見に行くとかっていうのも多分これから出てくると思いますし、一緒にね、ご飯とか行ってもらいたいですしね、本当にね。美味しいもの食べて、なんか美味しいお酒飲んで、みんなでこう、俺たち頑張ってこうなっていう、その日本のエンタメ変えようぜっていうね、ペンファン君がその壁を打ち壊すんだみたいなようにおっしゃってましたけども、なんかそういうところを気づいていっていただく人たちなんだろうなっていうのをね、改めて感じたところでございます。というところで、皆さんの感想もよろしければ、ぜひ下の方からいただけたらなというふうに思っているところでございます。よろしくお願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。せい。